アントニー・モデストは、フランス・カンヌ出身のサッカー選手。ブンデスリーガ1、FC ・ケルン所属。ポジションは FW。2003年に、アグック・ニースのユースチームに入団し、2007年に、トップチームへ昇格。トップチームでも、出場機会を得たものの42試合で3得点を上げるに止まり、2009年に、リーグ・ドゥのアンジェスス仕 o に、レンタル移籍。 2010年8月13日、FC ジロンダン・ボルドーに4年契約で移籍。8月29日のオリンピックマルセイユ戦で移籍後初ゴールを記録した。2012年1月にプレミアリーグのブラックバーン・ローバーズ FC にレンタル移籍。2015年6月19日、1FC ケルンに移籍した。契約期間は2019年までの4年間。 2017年7月12日、天津県立足玉クラブに移籍した。中国へは単身で渡り、ヨーロッパに家族を残してきたことやクラブからの扱いに不満を持ったことで、2018年夏の移籍市場でヨーロッパ復帰を望んだ。クラブが移籍を認めないため、モデストはフィファに紛争調停の仲介を依頼し、練習を無断欠席していた。10月3日、 フルスケルンの言うマイナス21チームの練習に参加することが発表された。2018年11月17日 1FC ケルンに復帰し、2023年までの契約を結んだ。ありがとうございます。